お願いします。はい、3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組と銘打っておりますが、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスを夏実さんお願いします。メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんばんはということでですね、本日メンヘラ城第72回の収録となっております。夏、夏みの夏ね、夏一瞬何のことかと思ったけど分かんなかった。はい、収録日時点ではまだね1月22日なんで、まあ、放送日聞いてる方はもうすでに2月12日。そうですね、時の狭間です。はい、はい、ちょっとパラレルワールド的な展開がしばらくは続きますが、どうとかねご了承いただければというところで、で1月22日現在、昨日まではね沖縄県は25度、夏日のね最高気温をちょっと記録してたんですけれども、あ、一昨日か、暑かったよね、一昨日じゃない、一昨日までか、暑かったね、とりあえず、昼が暑かったんですけど、今日の午前中からねちょっと肌寒くなってて、はい、夜になってまた寒くなってるんで、明日はもっと1月23日はもっと早く、寒くなる予報が出ておりますけれども、はい、明日夏見て、そうそうそう、夏見的にはもう持ってこいの、もうひょほいだよ、だよね、やったーだよ、ケンタさんはちょっと寒がりなんでね、夏見夏見、昨日一昨日くらいまでは、お家の中でもスリッパ靴下履かずに移動できてたけど、今日の夜からはもうさすがにスリッパ靴下が必要になってくる感じになってて、暑くなったりねちょっと寒くなったり、繰り返してて、なんか体調がね、皆さんの体調もちょっと気になるところではありますけれども、はい、夏実さんは体調はどうですか？体調は良かったり悪かったりでもいいですね。今日なんか情緒不安定だよね。でもね、でも今日、ね、絶好調って先生に言ってきたよ、病院だったんだけど、絶好調って言って、行った後なんかやばい泣きそうになってきたって言って、何その情緒不安定さ、泣いてたねいきなり泣き出したね、それ好調って言えるのと思ったんだけれども、まあ今はねなんか元気そうにしているんで、こう、はい、上下上の状態かな今そうなの、帰ってからがちょっと心配ですけれどもはい、まあ今日もね短いお時間ではございますが、はい、はい、最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますよろしくお願いします。ツイキャスもやってます。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ツイキャス読んでいいですか？はい、どうぞ。はい、沖縄大好きさんこんばんは、チラって来てます。沖縄大好きさんこんばんは。こんばんは、はい、で、埼玉の郷さん、埼玉の郷さん、はい、健太さん、なっちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。で、今週、中頃から、日本列島に最強寒波が来るってね。そうそうそう、それで、ね、寒い日が来るんだ。そうそう、だから、能登の方もね、やっぱり地震があってね、
また寒くなって雪が降るよって言ってちょっと、うん、未だにね、まあ、1月22日現在ですけれども、うん、水道がね止まってたりとか、うん、被災されてる方はちょっと大変な思いをされてる、そうだね、ようなんで、うん、なんかもうこんな寒い時にばっかり地震起きなくてもいいのにね、うん、うん、そうだね、うん、まあ暑くても嫌だけどね、うん、とにかく被災されてるか、被災された方々、うん、沖縄ね、さっきちょっと暑さ寒さがちょっと寒暖差があって体調崩さないかっていう話したけれども、うんうん、向こうはね、ね、大変な状況で ね、避難も生活を送ってるかと思うんでね、うん、どうか体調とかもね気をつけていただければと思うんですけれどもね、うんうん、本当にもう無事で、もう頑張ってっていうのはもう頑張ってるだろうから言えないから、うん、どうにかね、うん、どうにかして、投げやりだな。お前 聞いてたら怒られるよすぐ。違うんです、違うんです。どうにかしてっていうのはよ、健太さんにしてっていう言い方言っただけで、はい。ああもうごめんなさい。はいはいはい。まあメンヘラのね、このラジオをね、偶然でも聞いていただければね、うん、なんかちょっとおかしい二人が、変なお話してるっていうことで、うん、なんか笑って聞けるような時間がちょっとでもあればね、いいかなとは思うんですけれども。うん、ちょっとでも救いになれば、うん、マイナー、ドマイナー、深夜のドマイナーラジオだけどな。そうだな。まあ、はい。でもまた元気にやっていきましょうか。はい、もうちょっと来てます。はい。その埼玉の郷さんね、うん、最強寒波が来るってね、うん、霊長類最強の吉田沙織さんどうにかしてくれるかなって。吉田どっちかっつったらあれじゃない？どっちかっつったら、あれでしょ、あれだよ、テニスの松岡修造でしょ、松岡修造だ。多分吉田沙織さんより、うん、松岡修造の方が効くかもしれないよね。そうそうそう、多分ね、この気温のやつは松岡修造さんに頼んだ方がいいかもしれない。でロアさん、はい、こんばんは、出遅れたって。あー、いや全然全然、いや今始めたばっかだから、はい、ロアさん大丈夫だよ、こんばんは。はい、こんばんは、ありがとう。沖縄大好きさん、はい、昨日の日曜日、うん、大地マンたちと写真撮ってきました。あー好きだね。大地マンってなんだ、このヒーローだ。そうそうそう、ヒーローだね、うん、好きね。沖縄大好きさん、いいね、いいね、はい、ロアさん一人で寂しく聞いてますって。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。少しでも寂しさを紛らわせていただければ。じゃあロアさんの耳が寂しくないようにね、うん、こっち盛り上がって届けますんで、うんうん、それが最近ロアさん、X の方でね、なんだっけ、か花なんだっけ、花婚式、花婚式、あれ花婚式でいいの、花婚式、あれ花婚式でいいのかな、のなんか情報を、X の方で上げてらしたけれども、して夏美がねすごい羨ましがってね。なんか俺もなんかしてあげないといけないような感じになってるんだけど。あ、俺って健太さん？そうですよ。あー、そっか。あ、はい、そういうおねだり的なあれに見えたか。ちょっとだけね。ほんと？ロアさんからなんか来てるよ。ロアさん。うん、あ、はい。花婚式みたいですって。あー、おめでとうございます。おめでとうございます。結婚4年目ということで。ね。うんうん。うちは今年の5月が来たら2年目に入りますかね。はい。まだ。ロアさんもねまだ4年目だから全然新婚っていう感じだとは思うんだけれども、うん、なんか情報によるとやっぱり3年、そのうち3年ぐらいは、うん、離れて暮らしてたから、うん、なんかまだ新婚的な、そうそうそう、でも新婚、うん、でいいと思う、新婚、うんうん、新婚、いつまでもね仲良くしたらいい、上等だよね、うん、3年別居なので新婚ですって来てる。そうね、そうね、私はおねだりせずに自分でやりましたって。あら、それも積極的でいいね。いいね、そんぐらいしてもらった方がなんかね、こっちとしては、まあ、まあ言ったらいい、言ったらちょっと品種買うかもしれないけど、うん、楽よね。ああ、そう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 、今日何年目だから、うん、なんとか式で花子、それこそ花婚式だよとかって言ってくれて、うんうん、あ、じゃあなんかするかって言って、うん、あ、それで夏美とかがここのお店行きたいとか言ったりとか、そうそう、花だからなんか花買ってとかって言って、花を買ってくださいみたいな、うん、買いに行こうとかさ、うん、
なんかやっぱり男性はその辺疎いからさ、まあその辺をなんかカバーできる人がやっぱりモテたりね、モテたりモテるというか、うん、いい旦那さんなんだろうけど。じゃあ、あのなっちゃん、なっちゃんはあのあれですよ、あのサプライズも結構好きだよってことを今伝えとこうね。おい、もう知っとるわでも。埼玉の郷さん、はい、あ、ごめんなさい。いいよ。埼玉の郷さん、うん、僕は気持ちは常に新婚です。あ、素晴らしい。埼玉の郷さんなんかいいね、新婚、新婚。埼玉郷さんもなんかあの奥さんとラブラブっぽいもんね。そうよそうよ、うん、そんな感じがするよね。家族すごく大事にされてて。でさ、ルアさんがさ、うん、王侯は何もできない男です。センスもありません。ハゲシャビオリ。私が初めて買ったプレゼント、うん、クリスマスプレゼントは。うん、顔のコロコロローラーです。ああ、あの美顔ローラーかな、うん、はい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 。なつ持ってる。え、それを何んプレゼントが何、誰、私が初めて、あ、もらったプレゼントだ、買ったじゃなくてもらったプレゼントでしょ多分。うん、もらったプレゼントだ。それちょっとなんかちょっとこの間違いは本当にあのごめんなさい。いやでもどう、あの女性としてさ、うん、あの旦那さんから、うん、クリスマスプレゼントに美顔ローラーって、え、嬉しいのか、それともこれ何、これでもっと綺麗になれってこと、うん、みたいなさ、なんかさ裏のなんか、あ、裏の糸みたいな、そう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 、一か八かなところあると思うけどね。あ、ほんと、多分ね、男性としてはまあ、うん、喜ぶかもなって言って渡してるとは思うんだろうけどね。大光さんもそうじゃない、喜ぶかもなって、喜ぶはずって思って渡してるやつが、うんうん、埼玉の郷さん16年なんだって。あら、16年もなんかあるらしいですよ。1年目からね。あ、うん、そうね、なんかさっき見たけどさ、そう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 、何婚式っていうのをいろいろ有名なのが銀婚式と、25年目の銀婚式と、50? 25? 何年目だったっけな、まあ金婚式がね有名ではあるけど、100? イギリスがね、なんかそういう結婚記念日みたいなのを、うん、すごく大事にしてて、うん、それでね、4年目は花婚式とか、1年目から15年目までイギリスは一応あるらしいよ。うん、イギリス発祥かもしれないね。そうそうそう、そうかもしれないね。イギリスは紳士の国だから。うん、紳士の国だから何、紳士の国だから、なんかそういう粋な、なんていうの、そういうのがいろいろありそうだなって。むしろ男性の方からやるかもしれないね。そうそう、サプライズとかも多そうって思って。はい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 、なるほどなるほど、それはあるかも。でまた絵になりそうだもんね。そうだね、うん、そうだね、絵になる、うん、本当だね、うんうんうん。だから日本ではなかなか根付かない文化なのかもしれないけど、うん、日本はね、銀婚式金婚式ぐらいで、うんうん、その辺はなんかうちの親もやってたのかな。え、そういうのやるのいいな、楽しそう、やっぱり、うんうんうん、記念日とか大好きだからね、なっちゃんね、うん、うん。でまあトークテーマの方にも行こうかな、うん、うん、はい、せっかくなんで今日2本撮りだけど、どっちもあれ、トークテーマ一緒、一緒でいい、一緒がいい。いやもうなんていうの、別になんか2週に分けてなんかやってないでしょ俺。うん、来週は何ですみたいなの。うん、さっせ、あ、さっせ、待って、さっせはわからんね。言わなくてもわかるだろう。あ、さっせか。じゃあ、察しました。はい。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあ、本日のトークテーマ、まあ来週もそうなんだけど、はい。はい、いきたいと思います。メンヘラトーク、本日のトークテーマは、うん、癖。癖ですね、癖。癖。はい。自覚してるけど、うん、なかなかやめられないって自分で分かってるけどね、うん、そういった癖とか、うん、まあ身近にいる人の、うん、あのちょっと面白い癖、面白い癖とか、うんうん、あるいはなんかこいつのこの癖やめてほしいなみたいなさ、許したろうよ。そうそう、あとはまあ癖がこいつ癖強いなっていう、癖強いっていう人だ、人の話とか、うん、あるいはなんか癖のすごい接客をしてくるお店、うんうん、店員さん、うんうん、コンビニの店員さんがこんな癖があるんだみたいなね、洋服屋さんの店員だったりね、うん、まあそういった癖にまつわるエピソードを、うん、ちょっとお聞きしたいなと思ってこのテーマにしたんですけれども、うん、今日も来ていただいている沖縄大好きさんから、
はい、はい、メッセージいただいておりますので、お、沖縄大好きさん紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。今日はメール間に合いました。バッチリ。そう、ね、いつも俺たち8時前ぐらいには、うん、なんて7時ぐらいには家出てね、うん、ラジオ局に向かってるから、沖縄大好きさん8時過ぎたりとか、うんうん、7時半こっちについてちょっとわちゃわちゃやってる時にメール来たりするから、うん、ああ今来てるみたいなのがあったりしてね、うんうん、なかなか読めなかったりもしてたんですけど、ありがとうございます、はい、間に合った。いつもありがとうございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、メッセージテーマ、癖。僕の癖で言いますと、子供の頃は爪を噛む癖がありました。うんうん、今の癖、現在のね、現在の癖は、うん、たまに頭を噛いたりとかするくらいですね。あ、こうやってガシガシって。うんうん。なんか頭噛く癖があるんじゃない。ああ、テンパった時の爪やるよ。頭？うん。それはなんかみんなやりそうじゃない？なんかイメージ。テンパったら声が。テンパったらあんなになるから。あの、エレファントカシマシのボーカル、ミヤ。ミヤ。なんとかさん宮里さん、違う、宮沢、あれ宮沢さんだったかな、宮沢さんだった、まあ、こうやってバーってバーってやるんで、あ、宮本さんだよ、宮本さん、宮本さん、うん、こうやって頭かくのはね、あの人は癖でよくやってるの見るけどね、うん、うんうん、はい、では、続きまして、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、夢をつかぽんさん、いつもありがとうございます。はい、自分は人と話すときについつい相手のプライベートな部分にずかずかと入り込んでしまう癖があります。うん、初対面の人を相手に自分のこともさらけ出したりしてしまう時もあると、うん、その人が魅力的だと感じたら、うん、なおさら深くまでいろいろなことを聞きたくなります、うん、この悪い癖で行きつけのミュージックバーの店主に、うん、もうつかぽんさん、そんなことばかりしてたらできんだよと、これまでに3回ほど警告を受けてしまっています。マジで。この癖について共感してもらえる人もいますが、うん、ほとんどの人には理解してもらえません、うん、悲しいだそうです自分のことをめっちゃ言って、うん、自分のことも言うし、相手のことも聞いちゃう、いろいろと聞いておしゃべりしたくなるのかな。つかぽんさん、人が、人間が好きって常日頃からうんうんうん、言っているように、なんか魅力的な人に出会うと、この人の、まあね、メールいただいたメールにも書いてあったけど、うん、なんか深掘りしたくなるんだろうね、うんうん、どうこの人がどういう人なんだろうかとか、どういう生き方をしてきてたんだろうかとか、うんうんうん、なんかそういうのを聞いて、なんていうのかな、自分のなんていうの、今後の生き方のヒントにしようというか、うん、そういうのをちょっとやっちゃうんだろうね。そうかもね、うん、ただなんか、うん、あの以前直接お話した時に言ってたんだけど、うん、やっぱりあのバーで、うん、みんな、なんていうのかな、そのバーの雰囲気を味わいたくて一人でゆっくり飲みたくて来てる人もいる中、あ、いるかもしれない、ね、スカポンがそーっと寄っていって、いろいろ根掘り葉掘り聞いちゃうもんだから、うん、なんかバーの店主さんはね、そういう、なんていうの、一人でしっぽり行きたい人もいるわけだから、うんうんうん、そういうことばかりしちゃダメよっていう風にね、それで注意を受けたっていうことだと思うんだけれども、うんうん、じゃあつかぽんさんは、うん、あの出禁にならないように、うん、距離感かな、これ人との距離感みたいなやつそう、それともそうかもね、距離感、空気とかね、 TPO ってやつじゃない、いや多分雰囲気じゃない、誰かとおしゃべりしたくて来てる人ももちろんいるだろうからさ、うんうんうん、バーのね、お客さんでね、お客さんで、うんうん、だからその辺の見極めはもしかしたら必要なのかもね。あ、そうかもね、うん、あ、そこら辺見極めたら大丈夫なんだ。じゃあもう少し一人でちょっとゆっくりしたそうだなって思ったらちょっと引いて、うんうん、あ、すいません、じゃあなんかちょっとベラベラしゃべってとかって言って、うん、僕もちょっと一人で飲んどきますって言ってね、うん、離れていったりとか、そういった、なんていうのかな、距離感だよね、うん、距離感だね、うん、そういうのをちょっと気にされたら、出禁を免れるんじゃないでしょうか3回注意されてるって、3回注意されてる、3回って、あのイエローカード、あ、レッドカードでも何回ですかこれ。レッドカード2回ですね、2回、レッドカード、はい、サッカーだったらもう退場やし、うん、レインボーカード出てるかもしれない、もしかしてうん、退場やん、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、うん、はい、ちなみに夏美さんはなんか癖、自分がなんていう、自覚してる癖とかってある、なんか自覚してる癖、こういう癖あるなって、うん、
さっきさっき、沖縄大好きさんは以前爪を噛む癖があったって、まあ、ちっちゃい頃とかね、うん、よく注意されたりとか。ちっちゃい時私ほんと爪なかったよ。爪え、うん、そんぐらい噛んでたの？めっちゃ噛んでた。嘘。爪なかったって俺もイメージパッと思い浮かんだのは貞子が井戸から出てきて、うん、あの人って言い方おかしいかもしれんけど、うん、井戸から出るって言って一生懸命やってるけど、うん、結果出れなくて爪が剥がれていったっていうエピソードがあるんだけど、うん、背景としてね、うん、爪がない背景として、うんうんうん、貞子ばりに爪なかったの？あ、結構ね爪半分は言ってたね。あ、本当。でもね実際ね、まあ、やめられないよ。皆さんこの番組を聞いてる方はご存知の方もいるかと思いますが、夏美さんは解離性障害という、はい、病気って言っていいのかな、うん、まあ、症状が出て、その解離性障害という病気の特徴として症状の一つとして別の人格が出てくる、うんうんうん、でその人格の中に、6歳の男の子がいてね、うん、その男の子は噛むのよ。爪噛む癖もある。爪を噛む、うん、そう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 、そうそう。で夏美さん今朝ね、今朝よ、パッて指を見たら爪がどこの爪がなかったっけ。あの小指かどっか薬指かあるんだけど、爪は爪はあるけど2枚爪になるまで噛んでるのと、そうそう、かなりなんか深爪状態になってる。深爪になってて、そのなんか赤くなっててそこが痛いんですよ、小指の。だから深爪状態だからね。そうそうそう、うん、だからその辺は多分もしかしたら僕が、小さい時の僕が出てきて受け継いでくれてるんじゃん。受け継ぐって言い方もどうかと思うけど、なんていうのこれ、受け継いで、あの、のれん分けのれん分けもちょっとなんかおかしいかと思うんだけど、表現としてどうなのかな。のれん分けはなんか違う気もするけど、のれん分けじゃないか、うん、まあ、だからそうやって爪を噛む癖は、うん、あったのね。あった。それはやっぱ親御さんに注意されたのかな。注意されなかったよ別に。あ、そうなの、うん、じゃあエンディングいきます。メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。早いね。あっという間だね。あっという間だね、本当に、はい、今日特に早い、はい、うん、まあ癖についてね、いろいろ話して、いろいろそんなに話せなかったか。まあ来週もね、ちょっと癖にまつわるエピソード、うん、僕も全然喋ってないんでね、うん、で癖買ってもらってるツイキャスのお話もあるんで、うん、ちょっと後で読みながら伺っていけたらなと思いますので、そう、ね、よかったらこの後も26分ぐらいお付き合いいただければと、うん、セカンドシーズンだからね、あ、お願いします。そうそうそう、そうね、まあ、え、健太さんはだけ自覚してる癖で言ったらね、うん、なんかな、自覚してる癖、自覚している癖は鼻くそほじるところから。やったらと鼻くそをほじってるもうさかな、うん、待って、さ、ギャンブル依存症で、うん、鼻くそをほじって鼻くそほじってって、もういいとこがない。いいよ、いい大人から。いや、でもあれよ、鼻くそやほってきてるよ。ギャンブル中もやるのよ、うんうん、ギャンブル中もやるから、鼻くそ落ちる癖があるから、スロット打ちながら鼻くそ落ちてる。で取って鼻くそピンってやってる。もうやだ。ちゃんとちゃんとなんか、いや、それのせいか知らんけどね、うん、鼻自体は低いのよ俺。鼻自体は低い、うん、そうそうそう、なんていうのか、取ってつけたような鼻してるんだけど、この筋がなくてね、目と目の間の、あ、このここね、高い、そうそうそう、鼻筋が、そういうことね、そうそう、外人さんみたいに、うん、まあ沖縄、うちのうちも結構彫り深い人いるじゃん、うんうん、検査はもう全然なくて、うん、鼻は低いんだけど、鼻の穴やたらでかいのよね、うん、もうだから、ちっちゃい頃から多分、あ、人差し指、中指とか、中指はないけど、うん、人差し指でガリ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 言ってたんだと思う。あ、じゃあもう、あれじゃん、拡張して、あれじゃん、
溜まりやすくなってんのかな。違う違う、指をだんだん小指からお姉さん指、人差し指って、で親指とかで、そんな俺あのボディピアスつけるみたいに鼻広げていってんの。え、ちっちゃい穴からちょっとずつ大きい穴にしていってボディピアスつけるみたいにやってたんじゃない。結果そうなってしまってたと。そうそうそう。嘘でしょ。ちっちゃい時のその鼻のサイ穴のサイ鼻の穴のサイズから今まで成長するまで、うんうん、39年かかりました。なんじゃそれ。まあ、はい、あの来てるメッセージ読んでください。はい、はい、どこから読もうかな。はい、埼玉の郷さん、俺、うん、僕も爪噛む癖あったなーって。ああ、キムタクさん、ありがとうございます。キムタクさん、買い食いやめられないって。ああ、それもまあ言うたら癖だよね。うんうん、そうだね。匂いを嗅ぐ癖がありますって埼玉の郷さん言ってるし。匂いを嗅ぐ癖。匂い、何でも匂い嗅ぐみたいな。そういうことなのかな。なんか。うん、珍しいものみたいな。なんかとりあえずなんかもらったりしてもなんか匂い嗅いじゃうとかね。なんかちょっと失礼。これ食べていいよ。その人の前で匂い嗅いじゃったりするっていう、うん、やらかしたがもしかしたらあるかもしれない。じゃあ待って、いろいろ回って。ロアさん、小さい頃は髪よく食べてました。もう終わりよ。聞こえてる音楽、はい。来週も頑張ります。よろしくお願いします。はい、はい、お薬飲んで。お薬飲んで。寝ろ。ありがとうございます。